Hello, my name is Van de Carde. Nice to meet you. Let's continue addressing that. おお、アルセイは先に到着してたようだね。くぅ、いつ見てもゾクゾクする機体だね。本当に惚れ惚れしちゃいますよね。あんな船を毎日整備できたら整備士冥利に尽きるんですけど。それ俺のセリフだよ。いや、グスタフ整備長、忙しいところよく来てくれたね。おお。よ、シード中佐、またあんたの出迎えかい。 I don't know, I just clap people that I stand iconic. 偉くなってここの守備隊長はお役御免になったんじゃねえのか。そうなんだけどね、実はこの後部下と共に警備艇で出発する予定でね、準備が済むまで暇なので出迎えさせてもらったのさ。ご苦労さんなかった。そういや、こっちの方でも地震があったそうじゃねえか。まさかアルセイユが壊れたりしてねえだろうな。いや、アルセイユが到着したのは地震が起こった後のことでね、地震自体も万全の備えだったからほとんど被害は出なかったんだ。ここの施設もそのまま使えるはずだ。そりゃ助かるぜ。早速今からでも作業に入っちまいたいところだが、親衛隊の連中はどこにいるんだ。ああ、案内しよう。今行けば面白いものをお見せできると思うよ。はあ？アイコニック。両者構え。はじめ。やあ！どうした？動きが直線的すぎるぞ。再建だからこそ可能な攻めの流れが作れるはずだ。教えたことを思い出せ。Iconic girl. それでいい。ではこちらからも行くぞ。守りも基本は同じだ。相手の動きを取り込みつつ攻守の流れをイメージしろ。はい。そこまでだ。さすがだな。昔お前に教えたのはほんの基礎だけだったが、よくぞ独力でここまで鍛えた。いえ、まだまだ未熟です。なかなかいい試合だったぞ。将軍、ですが。正直、お主がここまでやるとは思いもしなかった。
相当な使い手であっても貸し打つ相手なら数号ほどで剣を弾かれてしまっただろう。若手最強と言われるのもうなずける。恐縮です。ですが滅多にない機会、できれば叩きのめされるまでお付き合い願えないでしょうか。なかなか頼もしいな。さてどうするカシウス。付き合ってやりたいのは山々ですが、どうやら客人のようですな。これはすごいもんを見ちまったな。二人ともお疲れ様でした。シバルス隊本当に見事だったよ。シード中佐、それにそちらの方は。中央工房から派遣されたグスタフっていうもんだ。よろしく頼むぜ隊長さん。これは失礼した。王室親衛隊中隊長ユリア・シュバルツ大尉です。こちらこそよろしくお願いします。どうやらこれでお開きのようだな。みんな余興はおしまいだ。それぞれの持ち場に戻ってくれ。イエスサー。さてと、早速で悪いが機関部を見せてくれるか。できれば今日中に目処をつけちまいたいからな。ええ、了解しました。それでは失礼します。重将、ご指南いただきありがとうございました。なんのなんの、こちらもいい運動になった。整備長、大尉、アルセイユを頼んだぞ。はっ。どんとお任せあれ。さすがですね、彼女は。これからさらに伸びそうです。ああ、そうだな。お前やリシャールの息まであと1、2ほど行ったところだろう。リシャール、行かね。ああいう若者を見るとこの老体にも湧き立つものがあるな。カシウス、後で付き合わんか。将軍、さすがにお年を考えた方がよろしいんじゃありませんか。聞けば去年の武術大会ではかなり大暴れしたそうですな。少しは若い者に花を持たせてやらなくてはいかんでしょう。だからこそお前に司令の座を委ねたのだ。そこまで言ったからには文句を言わずに務めてもらうぞ。おっと、ヤブヘビでしたか。そうだシード中佐、今日には出発するそうだな。はい、正午には警備艇2隻を持って三個中隊を率いる予定です。調印式にはわしも参加するが、それまでは身動きが取れん。王都の守りは頼んだぞ。よろしくお任せください。遊撃士協会と協力してことに当たらせていただきます。あまり愉快ではないが、今回ばかりは仕方なかろう。将軍のギルド嫌いも徐々に治りつつあるようですな。監視塔に動力センサー、水中には機雷群を設置。やはり守りは完璧ですわね。仕方ない、やはり連中の言う通りあれを使うしかないわね。閣下、もうすぐです。どうか待っていてください。
Ok. Domani dormi. Ok. さてと、次は王とグランセルね。一通り準備を済ませたら、早速発着場に行こっか。軍からの依頼があるみてえだし、急いだ方がいいかもしれんな。ただ、請負中の仕事があるなら、片付けちまってもいいだろう。うん、了解。おや、エステル君たちじゃないか。まだ出発しておらんかったのか。うん、ちょっと用事があってね。ところで、何かの相談中？うん、王国軍から調査報告書が届いたところなんじゃ。例の投影装置の件についてのな。投影装置？ルアンにた敵の使った幻影を生み出す装置のことだな。うん、お前たちが教えてくれたやつじゃよ。ゴスペルの研究のためには欠かせない資料じゃからの。軍に問い合わせようと思ったら先に向こうから送ってきてくれてね。早速見させてもらっているところさ。へえ、もう調査報告までまとめられてたんだ。軍も結社の調査には相当に力を入れてるみたいね。ああ、当然だが、マークは知ってるだろうな。わしもゴスペルの解析に全力を傾けていくつもりじゃ。ではティータのことよろしく頼んだぞい。まあ任しとけ。うん、博士たちも元気でね。 OK, now we can go to the port. Wait. よ、いらっしゃい。グランセルに向かう遊撃士さんご一行だよな。あ、うん、そうだけど。キリカさんからすでに運賃はもらってるぜ。早速乗船手続きをするかい？手続きをしたら船が来るまでここで待った方がいいだろう。もうツァイス地方でやり残したことはねえだろう。 Yes. よし、来た。それじゃあギルドに連絡して他のお仲間も呼んでやるよ。It's my fault. Alright, the Grand Mayor election is coming up. It's between Norman, who's promotion tourism, and Porton, who's been promoting the harbor business. I wonder which candidate will get elected. Even if you are not a citizen of Grand, it's still worth taking note of.ジンさん？おう、エステル。どうした？俺に用か？あ、ううん、特に用事はないんだけど、考え事してたみたいね。ああ、昔のことをちょいとな。それってやっぱりあのグラサン男のこと？ああ、最後に別れてから6年、長いようで短かったと思ってな。そうなんだ。あの男ってジンさんの兄弟子に当たるんだったよね。どんなタイプの武術家だったの？そうだな、一言で言うと天才だった。 I want to cry. 圧倒的な格闘センスと反射神経、パワーとスピードを合わせ持つ肉体、そして爆発的な気の使い方。
どれを取ってもずば抜けていた。確かにあの動きはすごかったわ。単純な力と速さで言うならあのロランス少尉以上だったかも。そうかもしれんな。道場にいた頃、俺はあいつの強さに憧れていたものだった。6年前、あいつが師匠である龍河先生を手にかけるまでな。自分の先生を？と言ってもお互い納得しての試合でだ。先生は随分前からあいつの心の闇を見抜かれていた。己の圧倒的な力に酔いしれながらさらなる力を貪欲に追い求める、そんな危うさをたしなめ、ことあるごとに武術の心を解かれた。戦いを通じて精神を高め合う太斗流の活人剣の精神をな。活人剣、なんだかかっこいい響きね。だが結局その精神はバルターには届かなかった。そして奴は見入られるように武術の暗黒面に入り込んでいった。武術の暗黒面？武術が戦いの技術である以上決して否定できない面の極み。己を鬼と化し相手の命を刈り取ることだけを目的とした剣、すなわち殺人剣だ。そしてそれを追求するため道場を出奔しようとしたあいつに先生は試合を挑み、死闘の結果命を落とした。俺は試合の見届け人として眺めていることしかできなかった。ジンさん。まあそんな事情があって俺はずっとバルターの行方を探し続けていた。それがまさかこのリベールで再会することになろうとは。これも女神の導きかもしれんな。おっと、悪い。つまらねえ昔話を聞かせちまったみてえだな。ううん、聞かせてくれてありがとう。でもジンさん、あの男を探しているのはお塩様の仇を討つためなの？さっきも言ったようにお互い納得しての試合の結果だ。敵討ちってのは筋が通らねえさ。そっかそうだよね。でもそれじゃあどうしてあの男を探してるの？ああ、確かめたいことがあってな。確かめたいこと？言葉に出しちまうと照れくさいからやめておくぜ。いずれにせよそれを確かめるには俺もまだまだ未熟すぎる。お前さんに協力することでせいぜい修行させてもらうさ。そっか、わかった。私もジンさんの足を引っ張らないように頑張るわ。お、お互い精進しようぜ。Those earthquake in Zeiss were quite a surprise.To be so localized and happening in so many different places like that. I've been around the block a few times, but I never seen anything like that. So about that non-aggressive pact that been signed, I hear that on the day of the signings, no civilians are being allowed into the villa. Where's the ceremony being held?No surprising given that it hasn't been that long since that detestable coup, but it would have been nice to see the moment it was signed, you know? So that's the fort. Is it really a ruin that maybe there's some hidden treasure inside that nobody knows about? Currently to your right in front of the Anhemberg Wall. It has a long and storied history which dates back to before the birth of the Liber Kingdom. According to some theories, it's linked to the ancient Zemura civilization, but the truth of the matter is unclear. Hey, Sissis!
I don't want to sit here. Let's go outside. I'll be good, I promise. I said no. The last time you say that, you climbed the rail on deck, didn't you? You're staying put right here, no matter what. Just you wait, Arcelia. Your lovely white frame will be mine in this camera. Ah, Nick is set seat of Her Majesty herself, Grasselle, the seat of beauty. It makes me my heart rejoice to see it again, but it also brings to mind that recent cope. Something like that must have never happened again. I've got a deal to make with the Ambassador Croncher of Kalvar, and this is the big one. I hope it goes well. The respect. Yeah, Esther君. このオリビエレンハイムの独奏会にようこそ。何カッコつけてんだか。クローゼもわざわざ付き合ってやることないのに。甲板に出たら演奏してらっしゃったので勝手に聞かせていただきました。とっても素晴らしかったです。お褒めに預かり光栄至極。どうだろう殿下。オートに到着したらぜひとも二人きりで音楽談義などを。ゆいっジーク君、これは社交辞令と言ってね。あら、社交辞令なんですか？それはもちろん、好きあらばあの手この手で落とさせていただきますよ。わわ、やめたまえジーク君。ごめんなさい、僕が悪うございました。ジークってばちゃんと護衛してるじゃない。ひどい目にあった。ごめんなさいオリビエさん。でも今みたいなのもジークの愛情表現なんです。オリビエさんにじゃれついているんですよ。やれやれ、それは光栄の至り。しかしリベールと同じように殿下のガードはなかなか硬そうだね。相手にもよると思いますけど。ほんと見境なしなんだから。あんたオートに着いたらちょっとは控えた方がいいわよ。ユリアさんとかあんまり冗談通じなさそうだし。おお、あの凛々しい人か。ああいうマニッシュで凛とした女性にも憧れてしまうね。機会があればお近づきになりたいものだよ。どうしたのクローゼ。あの、確かにユリアさんにその手の冗談はご法度かもしれません。以前王城のパーティーで酔っ払って私たちに絡んできた男性がいたんですけど、ユリアさんその方の服を剣で。マッパ。ガクガクブルブル。
Magnify supporters don't get any breaks. Speedy reporting is our lifeblood. And you can bet I'll have my latest report written up the instant we hit the dock. I wish I could have spent more time in the hot springs. Nope. なんだエステル、またせんのよ。うろうろ散歩してんのかよ。もう人を野良猫みたいに言わないでよ。じっと待ってるのってなんだか落ち着かないんだもん。お前ルロックルの訓練場に行ったんだろ。飛行船でも半日はかかるし、さぞ退屈だったんじゃねえか。それが行きも帰りもすぐに寝ちゃったのよね。行きは緊張で寝不足だったし、帰りは訓練で疲れてたし。たく、仕方ねえな。お姉ちゃんらしいかも。でも私も一度は外国に行ってみたいな。そしたらお父さんとお母さんに会いに行けるかもしれないし。あ、そっか、ティータのお父さんとお母さん仕事で外国に行ってるんだっけ。オーブメントの普及してない国に技術指導をしに行っててね。もう2年近く帰ってきてないの。結構長いわね。手紙のやり取りはしてるの？うん、月に1度ね。この前お姉ちゃんたちのことを書いたら返事が返ってきてね。よろしく伝えてくれだって。そっか。ところでティータのご両親ってどんな感じの人たちなの？お母さんはやっぱりティータに？どうなのかな。性格はとっても元気でパワフルな感じかな。すぐにおじいちゃんととっくみ合いの喧嘩をしちゃうの。とっくみ合いって？あ、別に仲が悪いってわけじゃないんだよ。お父さんはあれも親子の愛情表現だって言ってたから。そっか。それじゃあお父さんはどんな人？物静かでがっしりとした人なの。10年くらい前まで遊撃士をしてたんだって。え、そうなんだ。じいさんから聞いたが、かなりの凄腕だったそうだぜ。怪我で引退してから設計技師に転職したらしい。二人とも会ってみたいわね。うん、紹介したいから帰ってきたら遊びに来てね。あ、もちろんアガットさんもですよ。はあ？待て、なんで俺が？だってアガットさんおじいちゃんとも仲がいいし、それにアガットさんのこともいろいろ書いたらぜひ会いたいって返事に書かれていたんです。マジかよ。こういうのも年貢の納め時ってやつ？あのダメですか？いや、ダメってことはねえが、まあ仕事でツァイスに寄ったらついでに挨拶させてもらうぜ。はい。Are the passengers over their siblings?They got a different personality for siblings, I guess. I don't know, they seem really close. Looking at them makes you smile, you know? If you need to shop in the capital, really, the only shop you need to make is Edel department store. Sure, it isn't as big as Bozen Market, but their merchandise is the best in the kingdom.If I had the time on Mira, I'd love to stop in and shop till I drop. Hello, miss. Having a look around the ship? Or just bored? We are above the threat planes at the moment.
The weather fantastic. Why not step out the deck and catch the view? Helm, we are a bit high. Can you drop us down slightly? Let's reduce altitude now before we get caught in an air current, please. La da la. Yes, affirmative. Immediately restoring correct altitude. Bada bada boom. Oh, Garcelle up next, isn't it? Is it? Yikes, I need to start going stuff ready to unload when we dock. We got so much cargo to offload in Garcelle. There was something I could do here. No.実はそのパーティーの一件をリベール通信が記事にしてしまって、それ以来社交界から市民までユリアさんのファンが急増したんです。さすがに相手の男性はちょっぴりかわいそうでしたけど。うん、自業自得じゃない。さすがは王室親衛隊にその人ありと謳われた女騎士だ。だが僕の情熱の炎は、そのくらいで消えたりはしない。いざとなったらマッパでリュートを奏でて彼女への愛を歌わせてもらおう。想像しちゃったわ。しかし軍からの相談事か。わざわざ王都に呼ぶってあたり内密にする必要があるのかもしれねえ。結社の動きも気になるし、しばらくは気が抜けなさそうだぜ。そういえばお姉ちゃん、どうして飛行船の甲板の上があんなに風が穏やかなのか知ってる？風が穏やかってそういうものだからじゃないの？ううん、本当ならこの速度と高度だとすごい風が当たってるはずなの。おしゃべりはもちろん立つこともできないんだって。そうなんだ。つまりそれを可能にする何かの仕掛けがあるってことか。はい、船を空に浮かせる飛翔機関の副作用なんです。この機関が働いている間は重力に反発するフィールドで船全体が覆われるんですけど、そのフィールドが風と慣性の影響も和らげてくれるそうです。アガット、わかる？わかるわけねえだろ。でも飛翔機関を動かすにはたくさんの動力が必要になって、そのために必要なのが高出力のオーバルエンジンなの。なるほど、飛行船の性能を決めるのがエンジンってそういう意味ね。そういや、王家の船に乗せる新型エンジンが完成したらしいな。かなりすごい性能らしいじゃねえか。性能表を見ましたけど、今までと段違いって感じでした。開発チームと整備班の皆さんが頑張ったおかげだと思います。お疲れ様って感じね。I do have a seat, right? Or was my seat? Or I just kind of like go outside and then inside?Never mind. Or my seat is down. No, that's not my seat. What I'm supposed to do now? I know I need to sit, but where? Ah, wait, with Zin. Ah, Zin. あの男とジンさんの関係は大体分かったんだけど、そこでキリカさんはどう関係してくるわけ？ああ、詳しくは話せないが、一つだけ言えることがある。キリカはな、
亡くなった龍河先生の娘だったんだ。今はそれで察してくれ。いずれあいつの口から話を聞くこともあるだろう。うん、わかった。I think now they're gonna love me, I think. お待たせしました。まもなく本線は、オート・グランセルに到着いたします。着陸の際、多少揺れますので、お早めに座席にお戻りください。またオートに戻ってきたわね。何はともあれ、まずはギルドに行こっか。ああ、軍の相談ってのをエルナンから聞いちまおう。そういえば今日は発着場にあの白い船が止まっていないね。確かアルセイユと言ったかな。え、あ、本当だ。確か王家の巡洋艦だったか。どこかに任務で出かけてるんじゃないのか。アルセイユはちょうどレイストン要塞に行っています。そこで完成したばかりの新型エンジンを搭載するそうです。あ、整備長さんたちも攻防戦でレイストン要塞に出かけたって言ってました。へえ、そうだったんだ。ってことはあのかっこいい船がさらにパワーアップするのよね。どんな風に変わるか楽しみかも。エンジンは交換するだけだから外装は変わらないと思うけど、でも間違いなく世界最速の船になるはずだよ。皆さん、よく来てくれました。ルーアンとツァイスでの報告書は読ませていただきましたよ。本当にご苦労様でしたね。うん、結社にしてみれば小手調べだとは思うんだけど、仮面男もサングラス男も本気を出してなかったみたいだし。それでも結社が現実に動いていることが分かっただけでも大きな収穫と言えるでしょう。今後は王国軍との協力もスムースにできると思いますよ。で、その軍の相談ってのは一体どういうものなんだ。やっぱり結社関係なのかよ。それなんですが、どうも通信では相談しにくい内容らしいんです。ですから直接軍の担当者が来て事情を説明してくれるそうです。うん、通信では相談しにくい内容か。ひょっとしたら盗聴を警戒しているのかもしれないね。盗聴？その可能性は高いでしょう。動力通信は便利ですが傍受される危険もあります。ギルド間の通信であれば盗聴防止用のスクランブル機能が使えるんですけどね。その盗聴防止の機能は軍との通信には使えないんだ。軍は軍で独自の通信規格を採用しているので通常更新しかできません。そうなんだ。どうせだったら同じ規格にしちゃえばいいのに。ま、協力していると言っても一国の軍隊と国際的な民間組織だ。情報保全の独自性は避けられんさ。しかしエルナ、どうやらあんたは軍の相談が何なのか見当がついてるみてえだな。でなけりゃわざわざ俺たちをサイスから呼んだりしねえだろう。おや、見抜かれましたか。これは私の読みですが、どうやら不戦条約に関する話である可能性が高そうですね。不戦条約、それって最近いろいろなところで耳にしてるけど、具体的にはどういう内容の条約なの？女王陛下が提唱されたリベール、エレボニア、カルバードの3カ国間で締結される条約なんです。国家間の対立を武力で解決せず、
話し合いで解決すると歌っています。え、それじゃあ戦争がなくなるってことなの？いえ、強制力はありませんからなかなか難しそうですけど、それでも抑止力にはなりますし、国民同士の友好的なムードにつながるとおばあ様は考えていらっしゃるようです。そっか。さすがアリシア陛下だ。いい目のつけどころをしてらっしゃる。3つの国が仲良くできるきっかけになるといいですね。その不戦条約が来週末にエルベリ宮で締結されます。外国の要人も集まりますし、メディアにも注目されるでしょう。そんな状況でもしも結社が何かを企んでいるとしたら、確かにシャレになってないわね。結構シビアな話になりそうだ。で、その担当者が来るまで俺たちはここで待てばいいのか？そうですね。約束の時刻まで時間はありますし、自由になさって結構ですが。おや、失礼。こちら遊撃士協会グランセル支部です。はいはい。おお、なるほど、そうですか。確かにそれは困ったことになりましたね。少々お待ちください。もしかして王国軍から？いえ、エルベリ宮からです。何でも観光客の子供らしき迷子を保護したそうですが、保護者が見つからずに困っているとのことです。あらら、まあ。その子の保護者を見つけてほしいとの要請なんですが、軍の担当者が来るまで時間もありますし、協力していただけませんか？そりゃもちろん引き受けさせてもらうわ。アガットもいいよね？しゃあねえな、とっとと離宮に行くとするか。助かります。ええ、ちょうど手の空いた遊撃士がいたのでそちらに向かわせます。あなたのお名前は？はい、了解しました。それではお待ちください。エルベリ宮に勤めているレイモンドさんという執事がその迷子を預かっているそうです。離宮に着いたら訪ねてみてください。うん、わかったわ。で、レイモンドさんってどこかで聞いたことある名前ね。あの若い執事じゃないか。離宮解放の時にカウンターの下に隠れていた。そっか、ナイヤルの友達だっていうあの人か。お知り合いならなおさら話は早そうですね。それではよろしくお願いします。I see the whole